高さではちょっと不利なので足元へボールを入れていった方がいいかもしれませんね。この高いディフェンス陣崩すことができるのか。このボレーシュート、ゴール、素晴らしい、強烈シュート決まりました。モナコ先制に成功。長い距離振り抜きゴール、素晴らしい。キーパーがね、ディフェンダーがかぶったので一瞬ボールが見えなかったかもしれませんね。